はい、参議院選挙に勝って NHK をぶっ壊すということで、令和元年6月の26日ですね、実はこれ駅前、新小岩の駅前です。で、新しいマンション、まあ、事務所をですね、構えまして、そこからの今風景ということになります。新小岩駅ですね、もう駅の真横です。で、新小岩パークホテルさん、 NHK との裁判ね、一審勝って今 NHK で控訴されてるんですが、新小岩パークホテルさんの隣で、横はね、僕は昔よく儲けさせていただいたので、今年もねある程度儲けさせてもらったこのエスパスさんの隣ですね。で、ここは何かというとコールセンターになってます。で、サンディー系になるのかな。で、コールセンターですね、今の407からは距離にして2、300メートルぐらい駅に近づいたところです。はい、はい、感じで、はい、5回線引っ張っております。はい、ちょっと工事中なんですが、まあ、今日中にはできる、今日中にはできる感じだね。と思います。ね、ちょっと、で、まあ、こっち側が、今日中にはできんねんな。そうですね。はい、別に神谷君、顔出しても構わへんの。ああ、いいですよ。はい、ね、電話の担当の、ね、神谷君。ね、今度どこで出るんやったかな。長崎。長崎な、はい。よろしく頼みます。はい、お願いします。もうコールセンターずっとね、神谷君と山本君が2人中心で、ね、議員が当番でということでやってくれてます。で、まあ、このように、まあ、3LDK かな、 3DK かこういう感じのマンションもう一つ近くに借りましたので、このあとここクーラーないんですけど、ここを倉庫にしてですね、ポスターを置いたりとかいうことで、うまくですね、まあ、おかげさまで、ね、今ね、山本君がこの担当してくれておりますが、こんな感じで、まあ、おかげさまでね、多くのお金、もう1億、今、口座に1億1000万以上お金が入ってきておりまして、まあ、党費もですね、出してくれてる議員もいまして、とにかく選挙、やっぱりある程度の場所は必要なので、まあ、ここで、ここを駅前の本当駅前さらに近いところで401号室です、エスパスの隣とかも駅から本当にここはもう徒歩1分か2分かな、もう本当に駅のホームが真横なんでね、こんな感じなんで、皆さんですね、こちらの方に今度はシールのね、シールの発送とか NHK 撃退シールの発送業務と、あと選挙のハガキをですね、こうシールに貼っていく、宛名を貼っていくっていう作業をこちらの方を中心に、ポスターの発送なんかもこちら中心でやっていきたいと思います。まあ、本当にね、あっという間、ここもね、ちょっとオーナー様のご厚意で安くしてもらってます。これだけの物件なんですけども13万円ということで非常に安く、で、まあ、僕はもう全くこう下見も来ずに全部部下たちに任せたところ、しっかりと物件を借りて、佐々木君がね、佐々木議員が物件を借りて電話回線5回線ということでね、特にね、これからやっぱり議員も5人体制でしっかりと電話番をしてですね、話し中にならないようにしっかりと対応していきたいと思います。今日何、大橋君が担当、はい、あ、4時から、はい、ということで大橋議員です。午後1時から1時から、あ、今日ね、あ、立ち会いね、ということで、まあね、議員と、まあ、落選した人、もちろんね、一般のボランティアの方も大勢来ていただいてですね、本当に国民主権ですよ、主権者の皆さんが一緒になって、まあ、NHK 問題、NHK をぶっ壊す、まあ、スクランブル放送の実現に向かって頑張ってくれていると確信をしております。以上です。ぜひね、またボランティアお越しください。参議院選挙に勝って NHK をぶっ壊す。